はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんはるいです。さあ、本日なんですが創世神シリーズを皆さんご存知でしょうか。まあ創世神何々っていうね、モンスター、まあ、いくつかいまして、今日はですね動画のコメント欄にですね創世神ティエラを使ってくれっていう、コメントが結構たくさん来ておりましたので、こちらを使ってねデュエルをしていこうというふうに思っております。この創世神ティエラ何をするかっていうとですね、非常に豪快すぎる効果を持っていまして、まずね、出し方めちゃくちゃ難しいんですよ。通常召喚ができなくて、このカード以外の自分の手札フィールドのカードを10種類、デッキへ草デッキに戻したら特殊召喚ができるという効果になっております。10種類なんで、カード被っちゃいけなくて、まあ、そもそも手札5枚から始まるので、なかなかに出しづらいカードなんですけれども、まあ、現代遊戯王のパワーを持ってすると、まあ、カードを用意するのは結構簡単っていうことで、今回は、まあ、ルートは対戦動画見ていただければわかるんでね、そちらを使ってやっていきたいと思います。こいつで特殊召喚されたら何するかっていうと、まずそもそも特殊召喚が無効化されませんと。まあ、神戦とかね、そういう、まあ、その効果は打てない。で、さらに特殊召喚に成功した場合、このカード以外のお互いの手札、自分も相手もお互いの手札のフィールド、墓地のカードを全部エクストラ引き表側の P モンスターも含めてデッキに戻すと。つまりですね、ティエラのみになるんですよ。カードが、見えてるカードがティエラのみになるっていうね。まあ、要は、フィールドを全部っぱして、墓地も全部デッキに戻すというね。ていうことはもう、戻すという。あまりにもやばい効果をしていると。このね、豪快なる効果を使って、まあ、今回は、相手の、まあ、手札、フィールド、墓地、すべて吹き飛ばしていきたいというふうに思っておりますので、早速デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、ハンドは、悪くなさそう。これね、誘発がちょっと、どこに飛んでくるかによるんだけど、イーグルブースターあるんで、なんかその、うららとか、うららとかのエフェクトベーラーとか、無限保養とかを、ハリファイバーとかに当ててくれると、展開通します。通せます。これの、実は今、密かに俺の中で、イーグルブースター強いんじゃないか説っていうのがちょっと流れてまして、汎用カードなんですよね。メインモンスターゾーンに存在して、モンスターが存在していなければ、なんかその、エクストラモンスターゾーンのモンスターを何の他も受けなくさせることができまして、無限保養とかエフェクトベイラーとかに支援してイーグルブースター打ってあげると、なんか、守れるんですよ。これ例えばイザルで、これなんか投げてくんねえかな、これ。無限保養とか。投げてくんねえか。なんかね、この無限保養とかね、そっち系のね、カードがね、あ、ちょ、危ない危ない、これじゃない。イグナイトドラグノフ。で、これで、発動して、で、ここにエフェクトベイラーとか言ってくるじゃないですか、無限保養とか。ね。まあ、これをですね、イーグルブースターを守ってあげることができるっていうね。はい。これがかなりシナジー。ちなみにこれ、デッキのギミックはですね、なんか、この間、なんか、ランク前やってたらこれ当たりましたよ、これ、このデッキ。なんか、創世神ティエラ出されて負けたんですよ。まあ、ちょっと動画撮影しなかったとやったんで、ちょっとあれでしたけど、まあ、そのデッキを、まあ、リスペクトさせていただいて、ちょっとギミックはね、参考にさせていただいて、ちょっと改良して、持ってきました。で、リナルドを特殊召喚。ティエラって出せるとめっちゃ強いからね。で、ハリファイバーを出していく。はい。で、ティエラの召喚条件が、その手札かフェールド上のカードを、なんか、10種類。10種類です。10枚じゃなくて、10種類墓地に送んないと、出せないっていう効果がありまして、これめちゃくちゃ大変なんですよ。だから、まあ、永続的にカードが残るような、まあ、ペンデラムとか、それから、まあ、装備カードみたいなやつをちょっと駆使して10種類用意していくスタイルです。で、まずは、幻獣機アウロラドンの効果を発動し、はい。で、これトークン出していく。はい。まあ、これはね、とても優秀なカードがいっぱい増えるギミックなので、これ使わざるを得ない。そして文房具001の効果。ちなみになんですけど、全然関係ない話していいですか。なんか最近動画のコメント欄で、フュージョン、こいつまたフュージョンデスニーしてなって言われたんですよ。こいついつもフュージョンデスニーしてなって言われたんですよね。で、過去25個の動画を、見て、最新の。25分の何俺フュージョンデスニーしてんだろうなと思ったら、25分の4してたんですよね。25本中4本のフュージョンデスニーをしていました。これはいつもに当たりますか。これはいつもフュージョンデスにしてるやつに当たります。ちょっと当たってたらごめんね。ちょっとアンケート取りてえ。なんかその25分の4でフュージョンデスにしてるやつはいつもフュージョンデスにしてるのかに
ついてのあの論争をねちょっと繰り広げていきたい。で、ここで、ローランを特殊召喚していく。はいはい。でからの、ローランと防天候の効果を両方とも発動していく。これ一応で防天候の効果チェンジすると一応ウルアラケアできる感じするんだけど、まあこれどっちもあんま関係ねえわ、相手持ってねえからなんも誘発で防天候の効果発動してデッキから、セフィラ集合を特殊召喚しながら、エンドフェーズでローランはあの装備カードを持ち送って戦術力持ってくるっていう効果あるんで、まあ、これでね後続を確保していくっていうスタイルで、トークンとローランでシンクロ召喚現れよ。バレルロードサベージドラゴン、これでこれ以降で何か 何やかしらの効果を無効にできるの でこれでラドンを装備、そしてレベル6のセフィラ集合にレベル1の文房具001をチューニング、シンクロ召喚現れよ。シューティングライザードラゴン、そしてシューティングライザーの効果発動、進化召喚に成功した場合デッキからモンスターを一体墓地に送りながらそのモンスターのレベル分自分のレベルを下げる、これによってレベル4の、ネオスペースコレクターを墓地に送り、自身のレベルを下げる、そして、セフィラ風刺をペンデラムスケールにセッティング、そして、ドラグノフをペンデラムスケールにセッティング、これでレベル、2から6のモンスターが同時に召喚可能、いろいろ魂のペンデラム天空にかけ光のワークペンデラム召喚現れろ。俺のモンスターたちよ、カッコ1体、セフィラ、集合特殊召喚し、集合特殊化成功時効果発動、デッキからセフィラの信託を手札に加えることができるぜ。そしてセフィラの信託の効果こいつを、発動しておくと、シンク召喚に成功するとデッキトップになんかモンスターを置けるっていう効果ありまして、でこれを使いまして、今から最強のモンスターを出していくスタイル、ライザーとセフィラ集合からのアーケティスで、チェーチアーケティス、チェーチアーケティス、チェーチアーケティスでチェーンにセフィラの信託効果、デッキトップに何らかのカードを置けます。はい。でですね、ここで、はい、神よね、神よ、トップに置いてアーケティスドロー強すぎる。確定サーチ、そして10種類のカードをウォッチに送り降臨せよ神の召喚。うわー、めちゃくちゃめんどくせえ、これカードを選択すんの。カード選択すんの面倒。10種類のカードをウォッチに送りいけ創世神ティーラ爆弾、そしてティーラは特殊召喚に成功した場合手札、墓地、フィールドのカードを全てデッキに戻し、この効果の発動に対し相手は何らかのカードを発動することができない。うわー、戻れー、つえー、エンド。これでエンドフェーズ、ローランの効果によってこれ一応適用される効果なんでね、もう大丈夫です。妖刀墓地を送りながらネムスペースコレクターを手札に加え、次の初動を確保しながら妖刀の効果で俺滝光もサーチすることができる、なんて強いんだ。はい、さあかかってこいよ、手札1枚で何ができる。まあ言うて今結構1枚初動とか多いですからね、割とね動かれることあるんですけどね、結構て何セットいいだろう、セット、なるほど、そんなちなみにデッキに全部カード戻ってるんでもう一回同じことできるんですよね。ネオスペースコレクター召喚効果発動、ネオスペースコレクターの効果によりデッキからネオスペーシアンアクアドルフィン過去キモイルカを特殊召喚、そして戦速モンスター2体の魂をリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、あらわらろ聖騎士の追走イ・ゾルデさん、はい、またもう一回同じ動きしますけど大丈夫ですかねこれね、またハリアドンみたいなことできますし、なんならアクセスコール召喚もできるんですけれども、とりあえずですねドラグノフ持ってきまして、でとりあえずイゾルデさんの効果発動、イゾルデの効果によってカードを1枚墓地に送りながら、これはデュランダルでいいか、デュランダルしますか、デュランダルからのリナルド特殊でリナルド効果で、装備カードを手札に加えていく、はい、デュランダル、はい、これ戦士2体からやっぱこんだけモンスター展開できるのちょっと頭おかしいと思うんでね、これ多分
あれじゃね、あのハリーファイバーが禁止になってさ、 OCG の方でで次ラドンが禁止になって次イゾルデじゃね多分。まあ巷ではね、なんかあの無人機アハシマっていうモンスターがね、なんか禁止されるのされないのみたいななんか話ありますけど、まあそれはさすがになんかあのなんだっけこれユニコーンでいいか、相手なんか諦めないの強いな、ここまで展開してんのに。とりあえずトロイミアニコーン出していいか、はい、君のその癖カードを除去すればいいか。さあトロイミアニコーン、トウ効果発動で手札を1枚墓地に送って、相手のフィードのカードを1枚デッキに戻していく。はい全部デッキに返っていったぞ、相手のリソースは全て全てデッキに返っていった。アクセスコードトーカー強すぎないかこのデッキ、やばすぎる。はい、これでは8000です。おい何もできなくて悔しいでしょうね。さあハンド、よし、ハンドはいいぞ。よし、まずは禁止令を発動だこのカード入ってるの俺ぐらいだろ多分今。どうだろうか、禁止令、せいやな、今墓穴はねえか。あ、じゃあハルウララか、まあさすがに採用率的に、ハルウララ、はい、これちょっとこれもうダメだよ、これ使っちゃダメだよ、ハルウララこれでハルウララをケアしていくスタイルねさあちょっと手紙してくれる、ハルウララあれ、逆にハルウララあねえじゃん、あー12死しか、なるほどなるほどなるほど、ディーバ入ってるの面白いな。まあ、ちょっとディーバ破壊するか、ディーバ破壊して、まあ、手紙発動ないことは分かったので、あとは安全に展開していきましょう。イゾルデ君の効果、まあ、これ全部ダラドリですね、別に何言っても同じだったわこれ、禁止令で。あ、ちなみにね、増殖する時だけチェーンして投げられちゃうんで禁止令ダメなんですけども、あのハルウララとかエフェクトベイラーとかなんか無限保養とかそういうなんかこっちの盤面がなんかないと発動できないカードは禁止令で無効にいきます。実際結構強いですこれ禁止令、実は相手のハンドが分かればね結構人格みたいなのがあるけどね。でリナルドからの特殊効果発動で、リナルドで、デュランダルを、手札に加えながら、デュランダルを発動。これちなみにあのリナルドじゃなくて別に直接チェーン、レベル1のチューナー出して、来てもいいんだけどさ、あのリナルドリナルドするとモンスターが一体増えて、でローランが墓地から特殊召喚できる、あ特殊召喚というか装備できるんですよ、戦士族に。だからなんかカードが2枚増えるんですよね。そうするとなんかティエラがあの特殊召喚しやすくて、まあ、墓穴とか打つあのイーグルブーストとか打っちゃった後でもあの10種類用意できるんですよカードが。だから一応この展開をしています。別にここ、墓穴とかは、まあそういう禁止令とか禁止令っていうか、あのあれかイーグルブーストとか使っちゃうカードを使わなければ別にあのここレベル1のチューナーでいいです。適当な戦士族のでラドン出して、でラドン効果、うおー最強モンスターサーチ。さあ神殿の方向によって俺は神をデッキトップに置き、そしてこの謎の魚の方向によってカードを一枚ドロー、うおーうおーふん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 いっけー創世神ティエラバックダウン。そして創世神ティエラの効果を発動、特殊召喚に成功した場合手札フィールド墓地のカードを全てデッキに戻し、お互いにな、これによって全てをリセットする。さあ勝ってこい三四郎で、そして自分だけは次の初動を確保していくぜ、妖刀竹水を墓地に送って、そしてこれはネオスペースコネクターでいいな、よし、そして妖刀竹光の効果も発動、妖刀竹光の効果によって俺竹光を手札に加えていくよ、オーケー、よーし完璧だ。さあかかってこい。まあ創世神ティエラの前にね、なすべもなくこいつはサレンダーすると言っておきましょう。演武天気、やべえあれお、まずいですね、演武天気は。あれ純正剣になったと聞きましたけども、
あれこれもしかして一番ちょっと引いた？これあれ12獅子俺あんま触ったことないか分かんないけどさ、これさ、これなんか1体でさダイレクトしてさ、なんか異常に重ねてきて、なんかあやばい。ちょっと待って、落ち着こう。一回落ち着きましょうよ。ワイルドボーさんの上に重ねて、やばいぞ。まずい、エクシーズモンスターが戦闘となっている。このターンあまりにもやべえことが起きていく。やばいぞ。やばいことが起きた。待ってくれ、おかしいだろ。おい全部手札に戻したんだぞ。カードなんで最強モンスターってんだよ。ちょ一回投げるしかねえ。しっ、こいつなんでターン1ついたいんだよ。おかしいよこれ。ターン1つけ忘れすぎだろこのモンスター。ふざけんな。何もしないで、何もしないで、何もないからもう。もう何もないんだって別に。ちょっと落ち着こう一回。やめようぜマジで。ちょおかしいよ。いやおかしいよこれ。なんで俺負けてんの。